台湾光波電台放送艇は、台北市228和平記念公園に保存されている高さ約2メートルの建造物で、ラジオ放送を人々に聞かせるための設備として、日本統治下の1934年に設けられた。1996年3月25日、台北市により、市の古跡に指定され、現在は台北市公園土塔管理処により維持、管理が行われている。なお、光波電台はラジオ局を意味する。1928年、台湾総督府の支援のもと、台湾では、台北、板橋、台中、台南、嘉義市、花蓮等に放送局と、全島に中継局が設置され、台湾放送協会による運営が開始された。ラジオは1930年代初期に新しく登場したメディアであり、当時は新たにラジオ受信機を購入する以外に受信料を支払う必要があり、一般市民への普及が容易には進まなかった。台湾放送協会は、ラジオ放送の普及と政府政策の宣伝活動を兼ねて、台北など5カ所の放送局付近の公園などに放送艇を設置し、人々がラジオ放送を聞けるようにした。1934年、当時の台北新公園に台北放送局により設置されたものが台湾光波電台放送艇である。放送艇の高さは約2メートル。屋根は台湾の伝統的なものとなっているが、全体の形状は神社の灯籠に似ていると評される。内部にはスピーカーが設置されラジオ放送が聞こえるようになっていた。下部は高さ約1メートルの御影石でできている。228記念公園内の旧台湾放送協会台北放送局。現在は228記念館として利用されている。この放送艇は放送創造期に果たした役割のほか、台北放送局が台湾現代史の中で果たした重要な役割を象徴するものとしても知られている。1945年8月15日正午、台北放送局により玉音放送が中継され、日本がポツダム宣言を受諾して降伏し、第二次世界大戦が終結したことが伝えられた。また国民党政府統治下の1947年2月28日に228事件が発生した際には、放送局を占拠した市民が軍艦マーチとともに事件の進展、情報を伝えた。ありがとうございます。